はい、えー、タカさん、速歌塾の久保です。気になる男シリーズ第38話、ありがとうございました。まさに、理屈じゃないんですよね。最初は人間は感情で物事を始めるんですよ。そして、その感情を実現させるために、様々な論理や理屈をこねくり回していきます。ですから、そういったものも必要なんですけども、最後はやっぱりね、努力と根性と精神力ですよ。自分がどういうふうになりたいのか、どういうふうに、 物事を持っていきたいのかっていうものを忘れればテクノロジーだけではね紐の切れたタコのようにどこに飛んでいくのかわかりません今回はそのことについてもお話していこうかと思いますスライドは非常に多いんで39話のパート1とパート22つに分けておりますそれでは行ってみましょうじゃん今回のテーマですけども全ベットする価値があるということですよね 全ベットってのはもうね言うまでもなく自分の持てる力持てるチップを全部かけるそういう価値が自分自身の人生にはあるんじゃないですかってことを言ってるんですよなのにね全ベットかけることを恐れててですね後回しにしたりとか小出しにしたりとか力を温存するとか言って永遠に温存しちゃったりするわけですよ私野球部にいたんですけども実はね野球部には秘密兵器って言われてるまあそういった補欠がいたんですけども 結局、卒業するまで誰に対しても秘密兵器だったんですよ。一体彼はどんな秘密を持っていたんでしょうかどんな能力があったんでしょうか秘密兵器といって期待させておいて、実は単なる補欠に <laughs> 縛り付けてただけなのかなと思っちゃうわけですけどね。はい。そうならないように、持てる力は全部使ってください。今日使ってください。それが全ベッドという考え方です。はい。順番に話していきます。人生というチップ。 また手持ちのカードってい言い方もしますけどもこういったものがあなたには配られています結局はこれを使って勝負していくしかないんですよ使わずに勝負はできません必ず人生というステージではあなたはどんなチップを持っているのとそしてどんなカードを持っているんですかってことを明かさなくてはならない時があります手持ちのカードとかけるべきチップまあこれはちょっとねギャンブルチックな考え方ですけども非常にこう考えると 分かりやすいので今回はこれを軸にお届けしてまいりますまあ別の種類でね、あのー、やり取り動画で億万長者合宿っていう3年以上続けてるリレーがあるんですけども、まあ、こちらにはね手持ちのカードっていう言葉はよく出てくるんですよつまりはどんなに恵まれていなくても結局はあなたのカードを使っていくしかないでしょってことなんですよ自分の持っていないカードそれに対してあのカードがないから勝てないあのカードがないから自分は勝負できないっていうんじゃなくって今やつ 今持ってるカードを使わないとって話なんですよ。はい。つまり、配られていないカードをいくら持っていても、自分が持っていないコインをいくら妄想しても、そして明日まで待っていてもね、時間が解決してくれるわけではないんですよ。時間が解決してくれるなんて誰が言い出したんですかねそんなわけないだろと思うんですよ。で、38話の言葉をちょっと振り返ってみたいと思います。生まれながらにして貧しいのは、 自分のせいではないが死ぬ時に貧しいのは自分のせいだこんな言葉だったと思いますけどもいやーいい言葉ですねよく38話で紹介してくださいましたうん確かにね生まれっていうのは偶然ですよ自分の選択は一つもありません物心ついたらそこにいるわけですよでも死に方って必然ですよもしね日本で死にたいと思ったら日本から動かなければいいわけですよもしね 家族に囲まれて死にたいと思ったら、囲んでもらうような家族を、やっぱり自分でね、作っていくべきだと思いますしね。その他にも、様々必然の要素あります。まあ、でも、そうは言っても、死に方が選べない場合は多いです。それ正直な話ですよ。でも、どう自分の死に納得できるかは、自分の力量次第だと思いますよ。いや、やるだけやった。ダメだったけど、やりきったぞ。チップは全部使ったぞ。ね。カードは全部さらしたぞ。ってなるか、あ、 このカードを使ってたらもしかしたら勝てたかもしんない。あれ使ってないチップあるよ。もう一勝負できたんじゃないかな。って、ちょっと不完全燃焼で死ぬ場合もあるかもしれません。今はまだ死んでませんから、その選択ができる時期なんですよ。ありがたいですね。はい。じゃあ一つ目。どんなことを私が言おうとしてるか。はい。手持ちのカードは使い切ってください。手持ちのカードを使い切ってもまた配られてきます。心配ありません。使わなければ、 使使わないいいカカーードドが腐っっててくくだだけです常に自分のカードは使ってください切り札ってあるでしょ切り札って毎回使ってくださいよだって次の勝負があるかどうか分かんないじゃないですかだから残さないように使い切んないと切り札であればあるほど最初に使っていきましょうそしたら最初から有利でしょはい二つ目チップも使い切ってくださいねチップ残しとったらしょうがないですよだって 死んだら終わりですよ。チップ残しといてもしょうがないでしょ。まあでもね、できれば次のプレイヤーのために、子供たちのために残してやるってのも行きですよね。その場合は当然ですけども、勝ち切ってくださいよ。勝った上でチップが残るならいいんですけども、敗北した上でチップが残っちゃうなんてね、冗談にもなりませんからね。はい、そして私が何回も言うわけなんですけども、時間が解決してくれるなんて考えてる人はもう大バカ者ですよ。 解決してくれないって。ね。本当に解決してくれるんだったらね、こんなにいいことないんですよ。時間は何も解決しないですよ。朝顔をこの7月、8月育てたんですけども、朝顔ってね、ちょっとの水で花を咲かしてくれるんですけども、放置しておいただけでは、芽が出ないんですよ。あ、芽っていうのはね、あの、木の芽ですよね。漢字間違ってますけども。芽が出ないんですよ。まあ、人生の芽が出ないっていうね、意味ではこの芽でもいいんですけどもね。はい。 さらに、綺麗に咲いた後も朝顔は、時間とともに枯れるだけです。これもね、人生一緒なんですよ。ある程度のとこまではほっといても育つんですよ。その後は、きちんと意識して大地を踏みしめないと、あっという間に枯れますよ。20代でも老人みたいな人って、いますからね。用心してください。人生も、時間が解決することってのは何一つありませんよ。ね、本当に時間が解決するんだったらラックですよね。 だって問題が死ぬ時までに全員片付いてるってことでしょ時間が解決するんだったらじゃあどんな工夫も努力もする必要がないってことになっちゃうんですよ時間は解決しないですからね時間が解決するのはすりむいた時のかさぶたほっといたら治るでしょその程度のことです実際はやりたいことを先延ばししたまま死んだ人でお墓の中いっぱいですよもしねお墓の中の人にインタビューできるんだったら聞いてみてください やり残したことありまませんかっって言言たら山ほど言いますよあと1年寿命が戻るんだったらあれもこれもやるのにっていうふうなほんと生涯の後悔を抱えたまんま墓に入るわけですよそうなりたいですか、はい、でそもそもねあなたの人生はいろんなことを先延ばししまくった結果今日に至ってるんじゃないですかで、ね、何の問題もないんだったらこのスライド見てないでしょ何か逆転の糸口を見つけたいわけでしょ だから今回は私はテクノロジーという言葉を後半でお話していきますんで後半の動画も見てくださいねはい将来が不安って思ってませんか今現在が不安ってこういう現実抱えてませんか情報を発信するどころかいまだにあれこれと探し続けてるんじゃないですか側近簡単に稼げる月収100万月利100%こういう言葉大好きでしょう終わってますよ コスパ良く効率重視という短絡的な考え方にはまってませんかねこれも終わってますもう一個言いましょうもう一回そもそもあなたの人生は先延ばししまくった結果今日に至ってるということのまあ極みつけですよねはい成功者が俺3年で1億稼いだよって言えば自分もそうなるかもしれない自分は1年ぐらいで稼げるようになれないかなっていうふうにこれまた都合よく思っちゃうでしょうね でも成功者が3年で1億稼いだっていうのと同じぐらいその成功しなかった人がいや3年やったけども稼げなかったよっていう人がいるんですよそういう方はわざわざ言ってくれませんうまくいった人だけがこうやって発言する場を得れるんですようまくいってない人ってそもそも恥ずかしくってやったけどダメでしたってなかなか言ってくれないですからねだって失敗者セミナーってありますか成功者セミナーってのあると思いますけども失敗人が集まって うまくいかなかったことをつらつらとお話するなんていうセミナー聞いたことないですよね。ネットワークビジネスとかのね、セミナーに行くと、成功者の話ばっかりが出てきますよね。失敗者の話をね、出すようなセミナーがあったら、確かに逆に行ってみたいですよね。はい。そして、先延ばしが習慣化してしまって、やり残したことの多かった人生で、根拠のない希望だけが未だに散らついてはいませんかこれあなたのことですよ。根拠のない希望、ダメですよ。希望や、 結果には必ず根拠が必要です因果の法則ですね。最初の一歩を踏み出さないものに100キロ先のゴールは永遠にたどり着かないわけですよもう一回チラチラとおさらいしていきますねちょっと気を置いてじゃあ手持ちのカードってのは何でしょうか手持ちのカードねなんとなくわかるようではっきりと聞いたことはないですよねはいえ実はね大きく分けて4つのカードを私たちは持っています その4つのカードのうち多くの方は1枚か2枚しか使ってないんですよ。これから話していきますね。はい。有利な条件というカードをあなたは持っているはずです。ね、背が高いとか足が速いとか勉強ができるとか貯金を持っているとかね、持てるとかね、なんかあるでしょ。でもこの有利な条件っていうのは他の人、まあ他の会社と言ってもいいんですけども他者との競争の原因にはなるんですよ、もちろん。ね、有利な条件って 他の有利な条件を持った人と競争することができるでしょうん、これが一つ。二つ目。過去の栄光。昔、こんないいことがありました。こんなすごいことをやった。誰にでもあるでしょう。ね。それを話すと、有利な点に働くというよりも、実はね、いいことをしてきたはずなのに、それをお話しすると、反発と敵対心を生むんですよ。ね。つまり、普段、私たちが、 使っている有利な条件とか過去の栄光っていうこれは自分では勝てるだろうっていう風なカードっていうのは実はね絶え間なく競争を生んだりとかね反発心とか敵対心を生んでしまっていいことが全くないんですよだからいわゆる言葉で言えば効率の悪い競争に巻き込まれちゃうんですよね実はね多くの方が使ってる自分自身の有利な条件や過去の栄光っていうのは使うべきではないっていう風な考え方にここで変えていかないといけません じゃあ一体どんなカードを使ったら私たちは勝っていけるんでしょうかやっていけるんでしょうかそれがなんとですね残りの2つのカード一般的には不利なカードと言われているこの2つです一つ目不利な条件あなたの不利な条件は何ですかってことなんですよ過去に逮捕されちゃった過去に倒産をしたことがある過去に大きな病気を患いました過去に人を裏切っちゃいました人に迷惑かけちゃいました全部不利な条件ですよね まあ最近ではね、ガーシーっていうね、国会議員が読めますけども、国会議員のガーシーさんは、もともと詐欺をしていたわけですよ。詐欺をして、お金を返すために YouTube をやって、それで稼げたと。さらに国会議員にもなっちゃったと。なんと。<laughs> 不利な条件使ってますよね。つまり、この不利な条件というのは、実はね、他の人と競争する必要がない魅力になるわけですよ。だからといって、わざわざね、犯罪を犯して、不利な条件作んないでくださいよ。 うん、そういうものは競争の社会に入れないというかね、もっともっと別のフェーズに行っちゃいますんで、今回の話とはだいぶかけ離れたことになります。今人生を振り返って、いや、昔いじめられてたなーとかね、こんなことしちゃったなーとかね、逆に昔人をいじめちゃったなーみたいなね、そんな不利な条件を抱えていらっしゃるようでしたら、それはなんとかして競争不要の魅力として使えるようにデコレーションする必要があるってことなんですよ。これが、 多くの人が使使い損ねる、実は使うべきカードってことです。もう一つ過去の挫折ですいろんなこと失敗してきたでしょいろんな時にお金を失ったり詐欺にかかっちゃったでしょでもこういうふうな過去の挫折ってのは前述した過去の栄光とは全く逆で共感と信頼を得られるんですよ自分の恥ずかしいところをね、うん、やっぱりこうさらしてくれる人ってあこの人はいいことも悪いこともちゃんと受け止めてんだなと信頼できるなと そして過去の挫折の話をしてみてください。他の人もね、こういうはずです。いや、実は似たような経験あるんだよっていうふうに、他の人の過去の挫折も共有することができて、共感がむちゃくちゃ入れるんですよね。でも、さっきお話した過去の栄光を話すと、他の人もね、いや、俺はこんなことあったよっていうふうに、さらにね、それに追っかぶせるように敵対心を持ってくるんですよ。で、お互いに嫌な気持ちになって終わりです。この4つのカード、皆さん。 お持ちだったら、ぜひね、赤い方を使ってみてください。そういうふうに思考を転換してもらいたいと思います。もし使ってるんだけども効果が出ない場合は、テクノロジーを使ってください。YouTube を使ってみたりとか、あとは YouTube での表現の方法を覚えていってください。えー、タカさんがね、そのことを上手に、えー、教えてくれると思いますよ。はい。そして、次、チップの話です。ベットすべきチップって何でしょうかねうん。これはね、 ありがとうっていうチップを私たちは持ってるんですよ持ってませんかありがとうっていうチップ。持ってない。うん、じゃあ増やしていきましょう。あの人生ってのはどういうことかっていうと一つの解釈としてこういうことが言えます。ありがとうというチップを集めるゲームなんですよ。ね。ありがとうと人に言わせるからこそビジネスは成り立ちます。もちろんありがとうだけで終わっちゃうビジネスもありますけどもありがとうと同時にお金を差し出してくれると商売が成立するわけでしょ ね、ありがとうと言いながらお金を出しながら嫌な思いしてる人っていますかねお金を払いたいほどあなたに感謝してくれてるんですよだからねありがとうと人に言わせてくださいありがとうと人に言ってください人生はありがとうというチップを集めるゲームです家族にもありがとうお父さんお母さんにもありがとう子供たちにもありがとうね奥さんにも旦那さんにもありがとうですよ赤の他人にもありがとうですよ そうすすす。ることによってて私たたちはベッドすべききチップがたくさん増えていきますそしてベッドって何なのかっていうとありがとうと言いながらお金を出すことですよありがとうの向こうに常にお金はあります感謝されればされるほどお金が集まる可能性は高いですだから人に感謝されることをやっていきましょうよそれは必ずしも面と向かってできることに限られたことではありません素敵な情報をお届けする面白いお話をする YouTube で楽しい動画、ためになる動画を発信する。それによってもありがとうって集まるんですよ。だから YouTube 発信でお金を稼いでる人っているでしょ特にこの動画のやりとりは私とタカさんの二人の文通です。なのに再生数が数十回上がってるってことは、私とタカさん以外にもこれを見てくださってる方がいるってことなんですよ。ね、YouTube 発信してみてください。人に 感謝されててありががととうと言ってお金が集まる可能性高いですからどういうふうにそのロジックができているのかを細かく学びたい時はこのやり取りの動画だけでは多分十分ではありませんのでえタカさんのね塾に入るとかそっか塾を検討するとか方法はあります、はい、だからね思うんですよ集めてくださいよありがとうそして与えてくださいありがとうありがとうをもらったりあげたりすることそれがベッドすべきチップのやり取りですよ ね、全然ギャンブルじゃないいでしょはい、じゃあここでねいきなりねギャンブルじゃないと言いながらフェラリと大豪邸の話しますねなんでフェラリと大豪邸が金持ちの象徴になってるんでしょうか金持ちはフェラリと大豪邸を使い回し乗り回して嫌なやつなんでしょうかさにあらずでございます高い金額のものにはたくさんのありがとうが詰まってるんですよだって金額が高ければ養える人の数が違うでしょ 蓄積される質も高くなるんですよ。これどういうことかっていうと、じゃあ、1000万で物を買いました。その1000万によって何人の人が養いますかでも、1000円払いました。1000円で一体誰が養えるでしょうかってことなんですよ。そしてもう一つ、蓄積される質っていうのはどういうことかっていうと、まあちょっとね、下の方を読みましょうか。フェラーリには高い給料のデザイナーさんとかエンジニアさんが集まるでしょショールームって言ってフェラーリを飾っておくところ、お店にも、 その店を作るね、工務店さん、これ気合入るじゃないですか。だってフェラーリを飾るところが、300万のショールームってことはあんまりないですからね。やっぱり、数千万っていう金額を作って、ガラス張りのショールーム、防犯設備も整えてね、そこにフェラーリを何台か並べると思うんですよ。すごいじゃないですか。で、こういったところから、もうすでに勝負は大きく分かれてるわけですよ。大豪邸もそうですよ。様々な豪華設備ってあるでしょ 大豪邸ならではの家具とかもありますしセキュリティ時にはプールもついてるわけですよそうすると家族だけでは管理が行き届かないですから人を雇って自分の自宅を管理してもらうってことになります応接室とか充実した家具も置けるようになると思いますんで家具屋さんも儲かるし絨毯もたくさんいるし何だったらねカーテンだってね日鮮で買うってわけにいかないですよもう専門のカーテンを注文すするるようになるわけでそそれこそ 一つのカーテンが数十万からね100万を超えるようなカーテンってあるわけですよ。ということで多くの経済を動かしてたくさんの人を養い貧困を排除するそういった原因になるのが金持ちのお金の使い方だと思うんですよ。お金を使う人がね少なければ節約する人ばかりだったらそれはねお金を使ってもらえないお店とか会社が増えるわけですから経済苦しくなりますよね。はい。 じゃあ、サラリーマンばかりを馬鹿にするわけじゃないんですけども、現実、サラリーマンは稼げないってこともお話しておかなければなりません。はい、どういうことなんでしょうか。ね、サラリーマンさんって残業をみんなでたくさんしてるでしょ。なのになんでお給料って十分じゃないんでしょうかね。毎日こんなにへとへとでしょお疲れになりますよね。ね、営業マンの方とか、靴の中がね、本当足が痛くなっちゃうぐらい歩くわけですよ。もう汗だくですよ。 で、家族との関係も後回しになって、仕事があるから、ごめんな、パパ遊園地一緒に行けないや、つってね、日曜日の約束も、子供たちとのレジャーも、ね、おじゃんになることが多いわけですよ。で、仮に一緒に出かけるにしてもね、お父さんヘトヘトですよ。ね、なのに運転手したりとかね、家族のためにね、ギャグを言ったりとかね。で、手出しのお金も自分でしょ <laughs> サラリーマン、稼げない。大変ですよ。 だから恋愛や結婚を考える余裕もないかもしれません。ね、75歳まで働いても家一軒自分のものにならない人はたくさんいます。親の介護もできずに隣住のとこにも間に合わないっていう方も多いんじゃないですかね。世の中の娯楽や喜びの大半を知ることすらなく終わっていくんですよ。サラリーマンとして最も真面目に最も懸命に働いている人がなんでここまで 報われないんでしょうかそれはサラリーマンという形態がそもそもお金を稼ぐ職業になっていないんですよそしてこれからもならないんですよ何一つ時間は解決してくれないでしょ時間が経てばサラリーマンの環境良くなります良くならないですよね自分の力で出世して課長部長取締役になっていけばまた話は別ですけどもその席も限られてますしなんせ今からでは間に合わないですよね時間は解決してくれなかったんですよ 全部を解決してくれるのは何でしょうかうん、くれるのくれるがね、間違えた感じになってますけども、気にしない。全部を解決してくれるのはテクノロジーなんですよ。テクノロジーね。これをなんとか、この技術を手に入れましょうっていう話を、今回はさせていただきたいなと思います。で、スライドショーはここから後半に移りますので、テクノロジーをどのように使っていけばいいのかってことにね、興味がある方は後半の方もご覧ください。えー、それでは、今日の 音声動画、前半は以上です。タカさん、お疲れ様です。後半もよろしくお願いします。